品川区にある後路寺公園で一足早く七夕の飾りがお目見えしました。子供たちが地域のお年寄りとともに願いを綴った短冊を飾りつけました。ここ後路寺公園では子供たちの願い事がたくさん飾られています。これは地域のお年寄りと子どもたちが触れ合う機会を設けようと去年から始まったもので、今日は中原保育園と荏原保育園の園児など42人が参加。後路寺シルバーセンターのお年寄りとともに願いを綴った短冊を飾りつけました。ピアノを練習上手になりたい、絵描きになりたいってお願い事をしました。普段は小さいお子さんいないでしょ、お年寄りばっかりだから。新しい気持ちになりますわね、やっぱり 人が皆さん集まるっていう機会もあんまりなくなっちゃってるし。この後参加者は歌に合わせて一緒に七夕ダンスを楽しみました。地域全体でいろんな人たちが住んでいて、家族付き合いみたいな関係ができていくことが一番望ましいんじゃないかなと。この地域では年末や節分などにもお年寄りと子どもたちの交流を計画しているということです。